なさい。思い出しました。何をですか。お嬢様はご存知かしら、貧民街というもの。ええ、知っています。私はそこで生まれ、そこで育ちました。え、明日のご飯のあてもなく町をさまよっていた時のこと、私と両親は街頭のテレビで見たのです。高級レストランで食事をするあなた方一家を。テレビの中であなたのお父様は高らかに言いました。海外の貧しい子供たちに多額の支援金を送ると。マスコミが一斉に喝采を送る様子に私は目の前がクラクラしました。なぜ海外なのですかと、なぜ国内の私たちを無視するのかと。お父様はそんなつもりでは。お黙りください。お嬢様のようにお金が余っている家があれば、私たちのように寝る間も惜しんで働いてもわずかなお金しか手にできない家もある。食べるものがなければ街をさまよい、ゴミ箱を漁るしかない。この現実が理解できますか。いいえ、理解できるわけがない。あなたみたいなお嬢様に。私にとってこれはもう半蔵と蛇女の戦いだけではありません。持つ者と持たざる者との戦争なのです。わかりました。そこまで言うのなら戦うしかありませんね。お嬢様には CR のみ。よみ、悪の定めに邁順じます。
相手になりませんわ。勝負ありですね。いいえ、まだです。私はまだ戦えます。正直驚きました。その力、ただのお嬢様とは思えません。私は遊び半分で忍びを目指しているわけではありませんか。そうですか、わかりました。忍びへの強い思いは認めましょう。でもあなたが恵まれた環境にいることに変わりはありませんわ。お金があれば恵まれているとで、それはあまりに短絡的ではありませんか。お金がある方たちの常套句ですわね。お金が全てじゃない、お金で買えないものもある。それは嘘です。だってパンはお金でしか買えません。根本的な飢えはお金がなければしのげないのです。それは、それにお金があれば私の両親は死なずに済んだはず。え、お話はもうこれぐらいにしましょう。撤退命令が出ていますので、これにて失礼します。ヨミさん、私たちは戦い合うしかないのでしょうか。